ときめきメモリアルガールズサイド3、天使で一途に嵐くん攻略編を本日もプレイしていきたいと思います。で、今日はこれからカラオケですかね。これでいっか。いっか、これで。藤山くん、まだ来てないみたい。お前、来るの早いな。私も今着いたところだよ。そっか。なんだ？ん？なんだ？ああ、鍛えてっから。いいな、今日のお前。え？服、すげえ似合ってる。そういうの好きだ。よかった、藤山くんこの服気に入ってくれたみたい。歌える曲あっかな。嵐さんが歌うのあんま想像がつかないね。どうした？キャラ層はすごいいいんですけどね。ああ、どうかしたか。筋肉触んの好きなんか。さてと、どうする？どうした？ん？こっち来るか？うん。あんま慣れねえな。どれかな？ちょっと確認したいと思います。これでしたね。歌うぞー。腹から声出すといいぞ。腹筋鍛えられるし。なんだ？ん？こっち来るか？うん、来い。いいよ、腕貸してやる。うん、いい感じだよね。楽しかった。また誘えよ。どうした？まだ帰りたくねえな。うん、来い。お前の手、熱いな。じゃあ。あ、藤山くんからメール。元気良すぎだお前、別にいいけどな、だって。よかった、今日は藤山くんとすごく近づけた気がする。で、ちょっと例の9月中に発生しなきゃいけないイベントがちょっと発生していなくて、もしかしてやり直しじゃないかという気配がちょっとしてるんですけど、やだ、これは困るな。でもちょっと今日は寝たい。ちょっと運動いまいちだけど、どうかな。困るな、発生しなかったら。ちょっとやっとこう。これどうにかダメかな。どうにかなりませんか。藤谷。来たんじゃない？来た？あ、藤山くん、今帰り？うん。あ。ん？
ちょうどいいや。話したいことがあんだ。いいか、歩きながらでいい。あ、よかった。これは大丈夫なやつじゃない。いいよ、じゃあ行こっか。100人掛け？うん、それで一気に柔道部の知名度を上げて部員を呼び込む。で、場所で困ってんだ。体育館はもう埋まってるとかで、なんかいい案ねえか。場所か。文化祭までまだ時間あるし、どっかあったらでいい。うん、わかった。でも100人掛けなんて本当にできるの？無理。そうだよね。え？俺の体力考えるといいとこ10人くらい。素人相手だから気使ってやる分倍は疲れるだろうし、でかい大会に出るような選手だって相当気合い入れねえと無理なのに。できるかよ。俺のはあくまでもパフォーマンス、人を呼ぶためのイベント、そんな感じだ。で、場所決まったらビラ配りな。学校と駅前らへんで。一人じゃ無理だ。じゃあ。どうもな。なんかうまく乗せられたような。あー、よかった。これで一安心。そろそろ朝のホームルームかな。しおりちゃん。ああ、これね。あ、ルカ君おはよう。今日は遅刻じゃなかったんだね。今日はセーフ。ちょっと飛ばしすぎたけどね。あ、またバイク？安全運転しないと。俺行かなきゃ。え？あ、ルカ君。待ちなさい。出てた。耳、ヒムロッチ、耳。あ、ヒムロ先生、おはようございます。おはよう。すいません。桜井、何を謝る？後ろ暗いことがあるのか？まあ、いろいろとあり。まルカ君。あり？ますん。なんだそれは。まあいい。君にぜひ聞きたいことがある。前回の期末考査で。あ、ルカ君。待て、ここは2階だ。また会おう。逃げちゃいましたね。なんたる野生児。2階から飛び降りて怪我もなしか。なぜだ。え、それはですね、ヒーローだから。うん。あ、なんかミオが出てきた。一緒に下校しすぎて出てきたか。あー、今日もよく働いたな。あ、高一くん。あら、こうちゃんが送ってくれるよ、もしかして。おお、やっぱりお前か。何やってんだ。バイトの帰りだよ。ここのプールで監視員。高一くんもバイト帰り？まあまあ、こっちは汚れ仕事だ。水着でチャラチャラってわけにはいかねえけどな。水着でチャラチャラ。あのね、監視員って大変なんだよ。そんなもんか。そんじゃよ。
あの態度。これね、ウエストビーチの紹介イベントじゃん。泣いてるやつじゃん。じゃあ、ちょっと今回はこのイベントはカットしようと思います。そうだ、10月は2回デートしようとしてる。あ、9月だったデートしたらよかったと。間違えた、連休10月だと思ってた。あー、失敗したなー。まあ、できなくもないけど、結構詰め詰めだな。あらわ。じゃあ、ちょっともう今日誘っときますかね。もしもし。あ、藤山くん、藤谷だけど。ん？おう。なんだ？10月11日に遊園地へ遊びに行かない？その日はダメだ。そっか、だったら仕方ないね。タイムリープする。ああ、悪いけど。残念。10月11日に遊園地へ遊びに行かない？よし。俺とか？いいけど。ほんと？じゃあ10月11日にバス停でいい？わかった。じゃあ。やった、早く10月11日が来ないかな。よし。部活部活。いいねいいね。柔道ができそうな場所って案外ないな。ん？あれは藤山くん。藤谷。どう？どこかいい場所あった？ダメ。いざとなったら畳をレンタルしてグランドでやるしかねえかも。そっか。何の話かな？パトロンの登場。え？文化祭の時、百人掛けっていう柔道のイベント。誰？この学校には確か柔道部はなかったように記憶してるんだが。だからっす、いろんな人に興味持ってもらって設立の足がかりにしてなって。詳しく聞かせてもらってもいいかな？いいっすよ。そちらのお嬢さんもいいかい？はい。ここじゃなんだし、場所を移動しよう。ベンチがあるところでいいね。おっす、行こう。びっくりした。それにしてもあの人、どこかで見たことあるような。ロリコンおじさんですよ、有名な。あ、ルカくんだ。じゃあ、一緒に帰ろう。ルカくん。
しおりちゃん、よかったら一緒に帰らない？俺と？そうだな、うん、オッケー、それじゃあ行こう。ねえ、学校の教会に伝説があるの知ってる？伝説？ああ、知ってるような。どんなの？ステンドグラスがあるでしょ？あそこに描かれてる絵が伝説のヒントなんだって。そっちか。王子様が迎えに来るってやつだろ？そう、それで本当に結ばれたカップルがいるんだって。らしいね。でもあそこのドアずっと閉まったままだよね。鍵が必要なんだ。それはそうだけど、鍵なんてどこにも。あるよ。誰でも一生に一度だけ使える鍵。ルカ君、もしかして入ったことあるの？どうだっけな、忘れた。ルカ君、なんか知ってるのかな。ドラクエになんかどこでも開くようになる鍵ってありましたよね、っていうことを今なんか急に思い出したんですけど。しおりちゃん、途中まで一緒に帰んない？ん？イベント？あ、ルカ君、うん、いいよ。じゃあ、出発。あー、ヨタコか？あ、そうですね。おいおいおい、桜井弟じゃねえか。じゃあ、この今回はちょっと嵐さんとは関係ないので、多分ね、あの豚ゴリラとあとカレーキ野郎が来てると思うんですけど、ちょっとカットしたいと思います。はい、じゃあ今日は遊園地デートかな。こんなんでね。ちょっと早かったかな。ん？藤山くんもう来てる。藤山くん早いね。どうしたの？早めに出てランニングしてきたから。それでどうした？嵐さん半袖だわ。ん？なんだ？ああ、鍛えてっから。そうだったんだ。いいな、今日のお前。え？服、すげえ似合ってる。そういうの好きだ。よかった、藤山くんこの服気に入ってくれたみたい。どれから行く？なんだ？ああ、どうかした？筋肉触んの好きなんか？今日もね、ゴーカートでいいですか？よし、決定！行こう！なんだ？ん？こっち来るか？うん。あんま慣れねえな。
結構早いんだろ、これ勝負でもしてみるか。どうした？ん？こっち来るか。昔は今とは全然違うよ。楽しい。なあ、次は勝負しね。なんだ？ん？こっち来るか。うん、来い。見てもいいけど、俺もそうするぞ。どっちかな、ちょっと確認します。これでしたね。よーし、頑張る。よし行こう。お前先に出ろ、ハンデだ。どうした？ん？こっち来るか。うん、来い。いいよ、腕貸してやる。やったね、バッチリ好印象。楽しかった。たまにはいいな、こういうのも。どうした？まだ帰りたくねえな。うん、お前の手熱いな。じゃあ帰りたくねえなって言われにはあっさりだね。あ、藤山くんからメール。元気良すぎだお前、別にいいけどな。だってよかった、今日は藤山くんとすごく近づけた気がする。なんか着実に上がってますね。どうしたんだ、早いな。お、納期ウィーク。間違えましたかね。バンビ、見つけた。ああ、もしかしてダブルデート？ミオ。今度の日曜日、羽ばたき山の人が多いところに行くのに。そうだよね、遊園地行ったばっかじゃん。これ遊園地の招待券。バンビも来て。どうしよう。どうする？ちょっとね、ごめん、ごめん。そう、せっかく誘ってくれたのに悪いことしちゃったかな。ちょっとね、ダメなんです。1年目はいろいろ忙しいから。さて、ランチランチ。藤谷。あ、藤山くん、どうしたの？来い。すごい、中もすげえんだよ。そうなの？おー、物質完成。本当だ、新しい畳の匂いがする。うん、こないだのあの人から連絡あってさ、ここ使っていいって。あの人何者なんだろうね。何者だろうが別にどうでもいいよ。ただ金持ちですよ。あの人は俺の挑戦を応援してって言ってくれた。
それだけでいい。あのパトロンには皆さんすごい世話になってますからね。クリスマスパーティーだって毎年あんないいの開いてもらって。うん、そうだね。今日からここが俺らの城だ。気合い入れてくぞ。よし、これでもう文化祭の心配はなくなった。あ、祝日だったな。ちょっとでも寝ないとまずいんだよな。あ、文化祭の準備か。じゃあ、あ、時間もいい感じだから誘って終わりにしようかな。いや待って、誘う15、うん、来月2回デートするかな。もしもし。あ、藤山くん、藤谷だけど。ん、おう、なんだ。バイト先の温水プールに行かない？11月15日に温水プールへ泳ぎに行かない？俺とか？いいけど。ほんと？じゃあ11月15日に公園入り口でいい？わかった。じゃあ。やった。早く11月15日が来ないかな。ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。